それではこれよりオンライン座談会に入りますさて本日の座談会のテーマはこれからの子どもたちの心の育みとオンライン活用ですコロナ禍により Zoom や Netflix に代表されるようなアプリや動画サイトが急速に普及した一方で個人情報漏洩、有害サイトの閲覧、課金のしすぎ、ネット中毒など 子ののウェブ利用には未だ多くの課題が残されています他段階では受賞団体のオンライン活用法に関する事前アンケートをもとに Web の有用性や問題点を浮き彫りにしながら子どもたちの心の育みとポストコロナにおけるこれからのオンライン活用の在り方について討論していきたいと思います。 日々の活動の中でウェブや SNS はどのように活用されているでしょうか。それでは大浦様からお願いできますか。はい。えっと私たちはあのこのコロナ禍においては。 子どもたちのやる気を引き出すためにですねやはりあの大学のホームページを活用させていただきまして子どもたちのですね頑張ってる姿っていうのをあの大学のホームページを通して活用させていただきました自分たちの活動がですねあのこう脚光を浴びるということは自己肯定感につながっていったんじゃないかなというふうに感じておりまますすありがとうございますえ続いては菅原様お願いできますでしょうか。 えー、まずこれだけ LINE ですとか SNS が普及している中で、えっと、高校生に関してはほぼもう全員があのまず自分専用の端末を持っているということで、えっと、LINE を活用して、えっと、情報のこう周知ですとかあとはの参加出血の取りまとめなども行うようにしています、えっと、まず今後なんですけれどもあの、ま、地域に根ざしたような 内容のえっ、ー、と動画なんかも作成してみたいなという声も上がっていますし、えっとこれからオンラインを活用していきたいなと考えているような段階です。はい、ありがとうございます。え続いては藤井様お願いできますか。はい、すみません。えっと私たちは社団法人を構成しているメンバーが全員あの近くにいないんで。 全てのイベントとか何かすることにおいて全て Zoom ミーティングでこの1年間やってきました。で、そういうイベントを、えー、お伝えするのは全て SNS を活用してあの行ってきました。で、活動の案内や情報発信っていうのは基本 Facebook などのああいうグループページを作るなどのそういう工夫をしてあの必要な方が情報を取りに行けるようにっていう形をあの作って。 支援を必要とする相談したい方たちがそこでやり取りをするっていうふうにあのそういうウェブ上をのものを活用してあの対応できる体制を作っています。ありがとうございます。はい。では続いて南様お願いいたします。えっと私たちはですねあるいはその Zoom を使ったり LINE を使ったりをすることでまあ情報 共有したり、えー、来ている子どもたちとか若者の悩み事を誰かが一人が聞いたら、まあそれをあの共有するような形は取っています。SNS で発信力のある方にお願いして、まあ活動の寄付を呼びかけるときにあのシェアしていただいたりすることで、ほんの遠いところの方が急にお米を送ってくださったりみたいなことも、えー、ありました。 でまあ、今後はあの大阪市の方とあと私どもの食堂が協定を結んで、まあ、あの本当に子どもやその子どもの奥にいる親御さんも含めての、えー、ちょっとこう見えてくる問題とか困っているようなことを、まあ、うまくそのつなげていくことをどうしていくかということをお話ししてまして、まあ、そこをどうデジタル化、データ化していくかっていうのは、これからの課題だと思っています、はい、ありがとうございます。 続いいいては山崎様、お願いいたします。家で待たれてるご家族のためにですねあの動画配信をしてまして子どもたちがまあ出演者になって今こんだけ頑張ってるよとか今こんなご飯作ったよとかそういうのを生配信するようにしてます子どもたちにとっては自分の頑張ってる姿を見てもらってるっていうことでまた力をもらえたりとかしてますね。 あとはあの、まあ、ブログとか SNS を使ってですね、えーと、いろんなやっていることを配信して、あの参加されていない方にも何かヒントになるような、えー、そういう啓発っていうのもさせてもらってます。そして何よりですね、広報はですねやっぱりウェブが一番かなと思って、いろんな講、えー、をさせていただいてます。以上ですす続いいいてはは中島様お願たたします、えっと、私たち親子劇場の知恵センターは ウェブや SNS の活用は主にそういった活動の発信広報に使っているというところが今現在の利用の仕方です。またブログ等であの寄付をお願いしたりだとかそういうようなあと会議の日程だったりとかそういったものを大人の,その打ち合わせだったりそういったものにウェブを活用しているというのが今の現,実現状になっています。 ありがとうございますさあそして最後田淵様、お願いできますか。はいえっと、私たちの活動もですね中高生との,あの参加の出欠とかイベントのです、ね、出欠については毎月あの、えっと、活動紙を発行しておりましてそれを、えっと、郵送で送ってハガキで返してもらうというふうなやり方であの参加出欠とかは取ってます。 でオンライン、SNS を活用してというのは、一応、グループのフェイスブックページを作成して、と高校を卒業した大学生とか、あの地方あの都会、都会、県外に出ていった <laughs> あの子どもたちとも継続して、その後もあの一緒に活動ができるようにというふうな意味で、フェイスブックページを作って、そこでえっと月1回の活動誌を載せて、情報共有。 ししたりしてで、まあ、子どもたちが帰省してくるときに一緒にまた参加に活動に一緒に参加してもらうというふうな、えー、と活動の仕方ですねオンラインの活用の仕方ですね、そういう感じになってます。ここまで皆様にです、ね、コロナ以前も含めてのウェブや SNS の活用についてお聞きしてきましたけれども入江様、皆様の話聞かれていかがですか。<laughs> はい たとえこう身体的な、えー、距離はあってもあの心のディスタンスはぐっと縮めていけるようなあの機会をこれからも作っていけたらなと思います、はい、では、ですねコロナの影響でウェブを活用し始めた事例ですとか、えー、工夫した点があれば教えていただきたいんですけれども、えー、まずはですね藤井様からお願いできますか。はいコロナ 他の影響以前よりもともと障害や基礎疾患のある方って結構ウェブを活用して自分たちで情報を得たり自分たちでそういう人が集まるところっていうところに参加してらっしゃったんですよね。なのであの、まあ、コロナの影響に,ウェルによってウェブを活用しあのは以前よりし始めたんですけども、まあ、どうしてもあの。 この体験会何かをやっぱり体験するっていうのがすごくウェブ上ではオンラインではすごく難しくてそれをいかに画面上で伝えるかっていう工夫がすごく大変ではあったんですなのでスタッフ間でこ,のこれに関してはこういう見せ方をした方がいいねとかそういうことを工夫してで子どもたちもその画面上で楽しめるようにっていう工夫を常にしていたあのウェブ開催でしたけどそもそも Zoom が 使うのが困難っていう保護者の方とかも多かったのでまずは、ズームの使い方から一緒にやりましょうっていうところから取り組み始めましたでも、その結果親御さんが参加することで子どもたちにその伝えたいことが届くっていうような工夫をして伝えていいくってこととがができままししたたありがとうござ続いては、えー、山崎様何か工夫した点などあれば教えてください。 はい、今ですね一番人気があるのはオンラインお菓子の家作りっていうのをやってまして、えー、とお菓子の家のすべ、えー、てのキットを宅急便でさっきにご家庭に送りましてこうやってこの Zoom の生配信を使ってですね一緒に作ってで前で演じている、まあ、スタッフが子どもたちのあと、まあ、作り具合とかを拾って。 一緒に進めていくで親子で一緒に共感しながらできるというイベントがを作ったんですけどそれが本当に大好評でいろんな団体さんからご依頼いただいて毎週土日ずっとお菓子の家作りということになってたりとかで今も,今もです、ね、スタッフが今事務所で,です、ね、お菓子の家の切符をずっと詰めている状態でそういうオンラインで家族で何か体験できる事業というのを今いろいろと企画していっているところですありがとうございます。工藤様お話し受けていかかがでしょうか もしかするとまだ気づいてないオンラインでの遊び方とかつながり方っていうのを一生懸命みんなで考えてやっていったりとかまあむしろ子どもたちこそが面白い使い方本当は知ってるんじゃないかっていう意味で大人が考えすぎるとつまんなくなっていくっていうのはまさにオンラインでも子どもに考えてもらった方が面白いこと出てくるかなって思いながらはい聞いてました。あありりががととううごござざいいいまますす、えー、そのの活動の中で,です、ね、実感していく メリットとデメリットというものが出てくるかと思うんですけれどもまずはですねメリットの方からお聞きしていけたらと思います菅原様メリットについてお願いできますか私たちのサークルのそのやり方だと書面で文章を送ってそれが集まってきてっていうところにどうしてもこうタイムラグが できてしまうんですが、オンラインでこう店舗のいいコミュニケーションでえっとそういったものを進めていければ、あのもっと活動にも幅が出てくるかなと、いろんなアイディアを拾い上げやすくなるのかなというふうには想像しています。ありがとうございます。えー、続いて南様お願いできますか。あの距離をあの隔てたところの方々にも応援のお願いができるっていうのは。 あの実感として感じてじます先ほど申し上げたみたいに全く違う土地からの寄付であったりあの意外と隣の町の八百屋さんが我々の活動してあの野菜を届けてくれたりとかっていうこともありましたのでそれは SNS のつながりがなければなかなか届かなかったことだと思っていますので非常にメリットだと感じています。 で今ですね、お二方にこのオンライン活用の主にメリットについてお聞きしたんですけれども、入江様、お話を伺っていかがでしたかメリットを私自身もあのとても感じてます。いろんな方々とつながれる、ある意味では国籍を超えて、まあ、いろいろ国を超えてっていうのがすごくあのメリットとしては強く感じますね。ありがとうございます 一方でですね実際にその活動してみて実感するウェブのデメリットというところも皆様に教えていただきたいと思います。えー、ではまず山崎様お願いできますか正直あの緊張感がない部分があるのとまあ、人に会うまでの緊張感がなかったりだとかでいらないところで逆に緊張したりだとかそういうやっぱりデメリットがやっぱりあるかなと思います。そそれとあののどうしてもその 対話というか会話はできるんだけど対話ができないというか喋ってる言葉の裏側の気持ちとかそういうところがちょっと見えないなというふうにはやっぱりり感じていまますすねありがとうございます、えー、続いて田淵様お願いできますかなかなかその対面だとその会話のキャッチボールの中からこうなんか得たりするものもやっぱりオンラインだとちょっと伝わりにくかったりとかそういう面で。 やっぱ難しいのかなと思ってて私たちはなかなかオンラインでの活動はできてないというのが今の現状ですねはいいありがとうございます、えー、そうしましたらですね、えー、この今後のことについても皆様で考えていきたいんですけれども、えー、ポストコロナコロナ後ですねにウェブで実施していきたいことというのがありましたらぜひ教えていただければと思います。 それでは大浦様お願いできますか。はい、えっ、ー、と,、えー、とまず私たちはどう一月にですね、あの道内だけではなくて、あの高知県の方でちょっと交流がありまして、高知県の那覇市町っていうところと、まあ小さなあの町でですね、あの全校生徒百人さんたちを相手に、まあ月齢をこう分けてですね、学年を分けてあの授業をさせていただきました。 えー、このリモート授業っていうのはやっぱり現地に行かなくてもできるっていう強みを感じまして活動をどんどん広げるためにもしあの今いらっしゃる団体の方でですねあのちょっとご紹介いただける学校がありましたらぜひご紹介いただいて学校だけじゃなくてもあの一緒にです、ね、活動していけたら優しいつながりっていうのができていけたらいいなと思っております。はいいありがとうござまます続きまして 中島様いかかがでしょうか、えっと、私たちはあの県外の先生に、えっと、ウェブで講演会をするっていうことをお願いさせていただけるとすごく忙しい合間を縫って講演をお願いさせていただくことができたりだとか事前に劇団員と会ってお人柄をあのウェブを通して知った出会ったりだとか子どもたちとの出会いっていうのがその舞台を見る前のところで できるようなそんな楽しいあの企画ができるんじゃないかなというふうに思っていますそういった活動も今後していけたらいいかなというふうに考えていますはいありがとうございますえ、さてそれでは座談会全体を通してですね入江様お話伺っていかがでしたかはい。 私自身はですねあのこうグリーフケアの普及啓発などに努めてるんですけれどもグリーフって悲しみって意味なんですよね。あの喪失体験などのと向き合うということがグリーフケアなんですけれどもある意味ではコロナではもう世界中パンデミックで、まあ、喪失と向き合い けれどもそこから希望を見いだすということであの皆様の心を育む活動とまたそれからオンラインでもさらにあのネットワーキングをしていくというあの皆様の熱意思いにあの大変あの感動するというか本当にあの希望の光を見た思いがいいたたしましまはい、入江様ありがとうございます。 続きまして工藤様いかがでしたか皆さんあのお話を聞かせてくださりありがとうございましたあのこれだけウェブや SNS を使われているということはおそらくあの受賞したよっていう情報を出されると思うんですよ皆さん出しますよねやったぞみたいなでその下にですねあの先ほど南さんがお米が送られてきたとかってあると思うんですけどこの状況下なので「え寄付はここです」とか「お米ください」とか「子どものためにこれが必要です」って僕ちゃんと書いた方がいいと思っているんですよね であのウェブって本当に世界中の人に届くんですけど、えっと、届いた人にしか届かないっていう当たり前の話があってこういう受賞とかあるとやっぱり他の人も広げたくなると思うんですね「おめでとう」って。おめでとうの仕方をこを「おめでとう」って言う側にちゃんと用意してあげて声だけでもいいし「おめでとう」って言葉でもいいし寄付してくれてもいいし米くれてもいいよっていう,こうお祝いの仕方を今ウェブを通じてどんどんこう作っといてあげないと 対面して握手しておめでとうとかハグすることができないのであのお祝いの仕方をたくさん準備をするっていうことがこの受賞のきっかけであといただいた奨励金にさらにご寄付とかがあの募ってもっと多くの子どもたちを育む活動につながるかなと思いましたのであの僕このあと明日とかこの賞の検索とかいろいろしてみるのでその下に皆さんがついでにこれもくれたら嬉しいよって書いていただけるとお 皆さんやってるとかと思って広げたくなるかなと思うのでぜひあのこの受賞の次を見据えた発信を期待していますし、まあ、同じでしょう、ね、日エリ活動として皆さんとも一緒に頑張っていきたいなと思います。あ様ありりががととううごござざいいいままししたたは様 以上をもちまして、2020年度子どもたちの心を育む活動表彰式、および心を育む総合フォーラムオンライン座談会を終了いたします。皆様ごご協力ありがとうございました